キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、仕事の楽しさより続けられるかをよく考えるというようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組の方ではですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういった、お話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の方の説明欄の方ですね、こちらに番組リスト別に URL 貼ってありますんで、こちらからもよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズまたはアプリ作る社長で YouTube 検索していただくと出てくるかと思います。では、本題の仕事の楽しさより続けられるかをよく考えるというようなところで、最近私のこちらの番組はですね、転職に関するお話とかそういったものが、多くさせていただいているようなところもありまして、なのでこの番組聞かれている方にはですね、急に失業してしまったとかね、そういうような境遇の人もちょっと多いのかなというようなところがあり、だからこそですね、本日の本題でもある、こちらのタイトルのお話のをさせていただければなというようなところがあります。というのもですね、私のこちらの番組はIT エンジニアの方が多いんですけど、 IT エンジニアの方はですね、仕事がこう楽しくてもですね、急にね解雇通知とかそういうのを受けたりするようなところもあるんですよね。結構ドライなところ、特に外資系とかそういうようなところとかだったりすると、なおのことなんですけど、特にこう、なんでこのエンジニアが、こういうようなことをちょっと考えなければいけないかなというようなところが、そのエンジニアの方ってあまりこう経営とかそういった部分ってあんまり気にしない方が結構多かったりするんですよね。それは専門職であるがゆえのことだとは思うんですけど、ただですね、この辺はね、今後のためにも気にした方がいいのかなというようなところがあり、今回ちょっとこのような、話をさせていただきたいというようなところもあるんですけど、何分ね、エンジニアの方とかって胴元のね経営がうまくいかなくなってしまうと、いやおうなしに解雇通知とか契約打ち切りとかね、そういうのがこう急に話がこうふっと湧いてきたりするようなところがあるんですよ。で、一方でですね、専門職の場合はですね、結構ねその辺の経営に疎かったりするようなところがあるので、結構エンジニアの方は逃げ遅れてしまうような方が多かったりするんですね。いわゆる大量リストラの餌食になってしまうとかね、そういうような方とか結構多かったりするんですよね。だからこそなんですけどね、このエンジニアの方はちょっと考えておいた方がいいかなっていうのが本題でもあるんですね。大概ね、こういうようなことが起こるタイミングの時って、マーケティングの方とかね、営業部門の方とかはね、結構ね逃げ方がうまかったりするようなところがあるんですよね。なので、この辺は経営にこう近い部分でどれぐらい利益出てるかとかそういったものが分かるからこそ、そこら辺にアンテナ張ってるからこそだと思うんですけど、いち早くねその異常事態を察知して、その沈みゆく船から脱出して落ち延びる方とかね、結構多かったりするのがこのマーケティングとか営業の部門の方だったりするんですよね。で、一方でね、専門性が高いこういうエンジニアの方はですね、ここでですね判断が結構遅れちゃったりするようなところがあるんですよね。っていうのもやはりエンジニアとか専門性が高い職種っていうのはですね、別の働き口を探すのが結構難しかったりするようなところもあるんですよね。だから中にはね、会社の異常事態とかにこう気づいていても、その他の船にこう乗り移る決断がちょっと遅れてしまったりして、それで叱るべき時にこう逃げ遅れてしまったりとか、そういう方とかも結構いらっしゃったりするんですよね。だからこの、ね、エンジニアの方は転職とかそういったものを、やはり常にこう考えながら、働くっていうところも結構大事なので、だからこそなんですよね、今の仕事結構楽しいっていう方も中には結構いらっしゃるかもしれないんですけど、それ以上にその経営目線からこの事業をこう、続けられるのかどうかっていうのも、やはり一つ基準としてこう考えていかなければ、ならないのかなというふうにこう思ったりもしております。エンジニアだからね、経営には無関心でいいやとかね、こう利益とか会社がどれくらい出してるかとかあんま気にしなくていいやっていうような考え方はですね、もうねこれからの時代通用しないかもしれませんかね。はい。で、特にやっぱり気をつけていただきたいのはサラリーマンの方とかですよね。私のこちらの番組の方はサラリーマンの方で、副業でいろいろこう自作アプリとか作ってる方とかよく聞かれたりするような方もいらっしゃいますけど、そういうような方、やはり
注意が必要なのがですね、自分のね所属する会社とか部署チームとか、経営がね今うまくいってるかっていうのは今一度考えてみた方がいいかもしれませんね。はい、で一つ危ないかなっていうようなサインについて、最後にちょっとお話しさせていただきますと、これはまあよくある話でもあるんですけど、経営とかねそういったものがこう立ち行かなくなってくるとですね、当然なんですけど人の数が、ちょこちょこちょこちょ こう減り始めます。まあ、なので最近ね、なんかね辞めていく人多いなっていう風にこう感じるようなところあったらですね、それはですね危険信号かもしれないですね。はい、専門的なエンジニアの方はどれぐらいの利益実際出してるのかとか具体的な数字まで把握するのって結構難しかったりするようなところあるかもしれないですけど、ただですね、周りに働いてる人たちがなんか少しずついなくなってるなっていうぐらいのことであればエンジニアの方でもそこら辺はこう気づくこともできるかなというようなところもあり、まあ、ここら辺が一つの、サインになるかなというようなところでもあります。で、ここからがですね、これは会社の会社によりきりなところもあるんですけど、実はですね会社のが内密にね少しずつリストラがを行っている場合っていうのはですね、表向きは社員に対して自己都合で退職しましたというような感じで周りの人には言ってくださいねというような感じの内々の約束を持って、辞めてもらうっていうようなパターン結構多かったりするんですよね。で、それの、背景としてはよくそういうふうな感じで口約束でそういうふうにこう辞めていただけるんであれば報奨金として、これこれの金額をちょっとお出ししますので、そういう周囲の方にはこう自己都合で退職したっていう体で辞めてくださいみたいな感じでこう迫るようなね、そういうような会社も実際あるんですよね。これはインターネットとかで結構情報とかあったりするんでその辺見てもらえたらと思うんですけど、会社の意図としてはね優秀な社員は辞めないでもらいたいというような意図もあるからこそだとは思うんですけどね。はい、ただそういうような感じだと少しずつこう内々にリストラが行われてるっていうのは残されたねエンジニア系社員とかだったらその辺察知するのがねうまくこう把握できなかったりするようなところがあるんで、だからこそこの辺はねちょっと注意してもらった方がいいかもしれないですね。はい、とにかくね最近会社を辞める人が増えたなって感じた時はですね心の準備はしておいた方がいいかもしれませんね。逃げ時もですね人生はとても大切であったりするようなところがありますんで、くれぐれも特にエンジニアの方はね逃げ遅れないようにこう人生をねやりくりしていっていただければと思いますんで参考までによろしくお願いいたします。では、最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。